はい、こんにちは、こんばんは、たかです。まずはじめに、この動画では黒線を中心に見ていきたいと思います。円が絡む通貨ですね。この黒線以外の通貨に関しては別動画になっていきます。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので、参考にしてください。ということで、とにかくこの円が弱いということで、3月はかなりの円安でしたけども、この4月もトレンド変わらないですね。とことんこの円が弱いです。こういった黒線とかどれもそうですね。この円が絡む通貨を見ていくためにも、まずこの円の単独の状況というのを少し見ていきたいと思います。こちらが JXY 円指数になります。1時間足に日足を重ねています。今これかなり小さく見せていますけども、これ2021年からの動きになります。円っていうのは基本的にずっと弱いんです。下落トレンドが見えています。この青いラインが去年の最安値。もう完全にブレイクもしてきていますから、下落トレンドもこれは明らかですね。円はとことん弱いと。この円売りが中心に見ていくことになりますけども、ただこの下げのペースがすごく早い。円を売っていくんであれば、このペースの速さというところが少し引っかかる部分ではあると思います。少し相場の方をアップで見ていきたいと思います。ここ最近の動きを見てもかなり円は弱いです。特にもう3月下の方に抜けてからはもう強い円売りトレンドですね。下落トレンド見えていますけども、ただ今週の動きなんですけど、これ見てどう思いますかね。なかなかこう安値更新してきていないという状況も少し見えてきているように思いますけども、どうでしょうか。これだけの売りのトレンドです。このサポートだけで波が反発してくるとはさすがに思えないですけどね。ただ少し底堅い動きは見えてきたのかも。そうなると多少の調整の戻りなんかにも備えていかないといけないわけで。少し気をつけた動きではありますかね。実はこれね、15日、金曜日の動きというのがないんですね。金曜日もお休みでしたので、このチャートが動いてないんです。そして金曜日の円というのは弱かったですから、もしかしたらこれ下の方に抜けてくるかもですけども、ただ換算相場の中での動きでしたからね、少しそこは割り引いてもいいのかもしれません。このあたりは月曜日、もしくは火曜日あたりの動きも改めて見ながらということにはなってきそう。ただ僕はこの調整の形を少し意識していきたいんですよね。確かにこの円というのはかなり弱いですけども、かなりペースが速いです。底堅い動きが見えてくれば多少の調整の戻り、調整局面というのは意識してもいいのかなというふうに思います。そしてこの円単独の動きだけではなくね、円はすごく弱いわけですけども、実はチャートの方を見ていくと、円が弱いわけですから、ブレイクしていてもおかしくないわけですよね。黒線なんかは上昇になっていてもおかしくないわけですけども、実は通貨によっては景色は随分違います。今回はそのあたりを少し見ていきたいと思います。はい、変わりまして、こちらがユーロ円、4時間足に週足を重ねています。ユーロ円ですけども、週足環境を見ていくとすごく強いですね。上昇トレンド見えていますけども、実は先週なんですけど、これ高値更新しなかったんですね。調整の形を今週は僕は見ていました。この調整の局面の中での値動きを見ていたんですけども、今週は強かったです。ただ今環境としては僕は調整を見ていますから、まずはレンジを疑っていきたいんですね。レンジの高値がどこになるかというのをまずは探っていきたかった。今週の動きなんですけども、直近高値、これ抜けていれば壁は見えてこないですけども、これ137円の手前でも完全に抑えられてるんですね。これを見てどう判断するか。これはもう今週だけではなくて、先々週ですか、ここでも抑えられた壁、高値を2回試しても結果抜けていないという状況でもあります。来週ですけども、これ抜けてくればもう完全にね、抜けの動きになってきますんで、こうなったら根拠崩れますけども、この137円の壁というのが機能してくるんであれば、この調整局面というのは先週から見ているわけですよね。そして今の現在地はレンジ相場を想定していくんであれば、おそらくレンジの高値圏になってくるんじゃないかなと。ロングは慎重になりたい場所。今週、円はすごく弱かったわけです。上昇圧力かかってるはずなんですけども、高値を抜けてこなかった。この意味というのもしっかり考えていきたいですね。137円というのはすごく割が重いんじゃないかなと。だからこそ抜けてくればもう根拠の崩れになりますから、全ては一旦撤退ですね。また改めて考えていくことになりますけども、この137円、来週も上値が重い状況が見えてくるんであれば、このレンジというのを少し想定して値動きは追っていきたいです。レンジの高値から安値に向けた売りの流れ、こういったのは出てきても何もおかしくない状況はあるように思います。ということで、大きな環境、週足環境を見ていけばレンジの高値圏、ロングは慎重に、円売りは慎重にという場所ではありますね。はい、こちらが1時間足、日足を重ねています。ではもう少し短期足を見ていくとどうですかね。日足環境を見ていくと、ここは強い上昇トレンド。ただ先々週あたりから少し流れが止まっています。現在は調整局面。僕は調整はまずはレンジを疑います。高安を意識したいんですね。おそらく高値は137円になってくるんじゃないかなと。ならばこれ抜けてしまったら全ての根拠も崩れますんでね。これを改めて考えていく必要あります。ただ今週の動き見ても137円を前にしてなかなか抜けてこなかったですね。この環境のまま今週は閉じてしまいました。
じゃあ縁が強かったんですかね。まあ、決してそういうことはないですね。縁というのはすごく弱かったんです。だけども抜けてこなかった。もうこれが事実なんですね。高値を2回試した結果抜けていません。引いて見てみればチャートはすごく強いです。まあ、いつか高値は抜けてくるかもしれません。ただ今抜けてくるかどうかはこれは完全に別問題で、今これ高値で少し足場も作り出してますけどもね、抜けてこなければ売りの方も出てきてもおかしくない環境なわけで、ここ今レンジ相場ですからね、上値が重ければ次は下を試すことになるかも。前回もそうですね、上を試してダメだったから下を試したわけです。この売りには備えないといけないと思います。この環境を踏まえて、じゃあ買いますか売りますかになってくるんじゃないですかね。現状この高値ブレイクに関してはもう抜け期待になってしまいます。であればまあ買っていくんだれば抜けたのを確認してからでもいいのかなと。現状は高値圏を意識したショート、これを意識した方がいいのかなというふうに思います。ただまあチャートはすごく強いですから、まあ高値からのショートは少し慎重に、むしろ買い場を探っていく、これも方法の一つですよね。まあこのあたりはトレードのスタイルによっても違うと思いますから、短期的なショートを見ていくのもあり、押しをしっかり拾っていくのもありだと思いますけども、今のこの位置からロングをしていくのは僕は慎重にはなりたいと思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。円っていうのはすごく弱いんですね。もうこれはもう明らかですね。もうみんなが分かっていることなんですけども、その割にはレンジから抜けてこないんです。このレンジの期間も1週間ですからね。現在地はまあレンジの高値圏ということで、まあ、抜けてくればもう全て根拠崩れますんでね。まあ、一旦はショートはもう撤退にはなってくると思いますけども、一旦はまあレンジ高値、これだけ上値重いんであれば一回は売りを見ても面白そうではありますね。ただまあチャートはすごく強いです。ショートに関してはもう完全に流れからは逆らった環境、まあ逆張りですよね。それを踏まえてどう判断していくか、しっかりこの押しを拾っていくというのも悪くはないと思いますし、ショートを見ていくにしてもこの大きな環境の崩れを見てるわけではないです。あくまでレンジの下までを見た売りですから、そんなに大きな流れを見てるわけでもないんですよね。今これだけ円が弱いわけですからね、円買いに慎重になってしまうというのもこれも当たり前だと思います。ですからまあ無理にショートをするような環境ではないと思いますね。様子を見ていくのも全然いいと思います。今見えてる環境もレンジそばで大した環境ではないですからね、もう少し様子を見てもいいように思いますね。はい、変わりましてこちらがポンド円4時間足に週足を重ねています。今の相場環境にもぴったりハマってる通貨ですね。もうこれはもうショート見ていくのはもうかなり苦しい状況だと思います。まずは週足環境、大きな環境を見ていくと週足は上昇トレンドになっています。ここで一旦足場作りましたけども、今週再度抜けてきましたね。週足ブレイクの形が今週見えてますんで、これはもう来週も十分つながる動きになってるんじゃないですかね。もちろん見ていきたいのは来週もこの高値更新ということで、全くショートを見ていくような環境ではないと思います。もう過去のチャートも見えてないですからね。まあ、この背景にあるのは円の弱さに加えてポンドもすごく強いという環境、ノリに乗っているドル円と同じく今一番注目すべき通貨の一つになってくると思います。週足環境で見ていけばちょっと売るような状況でもないですね。買い場探しになってくると思います。はい、こちらが1時間足冷やしを重ねています。冷やし環境を見ても全く変わらないですね。上昇トレンド見えています。直近高値も今週抜けてきています。冷やしを見ていくと上昇トレンドしっかり継続中、金曜日も高値引けですね。まあ、ショートをしたくてもショートをしていくような場所が全く見当たらないような状況ですからね。もう目線ログになってくると思いますけども、ただ一点気になる点があるとすれば、もう円の環境ですかね。円が調整になってくるんであればポンド円も当然上値が重くなってしまいます。今のこの冷やし環境では特に文句は何もないですけども、ただまあ少しこの金曜日の環境、金曜日でグッドフライデーですからね、まあ、基本的にまあすごく出来高の少ない日、参加者すごく少ない日にまあ高値を抜けてきているわけですけども、まあ、これを信じていいのかどうかは少し疑問が残ります。そうするとまあその前の木曜日の動きも気になってきますね。この木曜日は高値を更新してないですから、もしかしたらこのあたりで少しこの調整の動きは見えてくるかも。これだけをもってチャートの崩れを見ていくとか、まあ、そこまでの売りを見ているわけではないですけども、まあ、流れが止まってしまったら調整局面で、まあ、レンジを僕なら疑います。レンジになるんであれば上下の壁が見えてきますから、一旦は売りのターンなんかが出てきてもこれはおかしくないわけで、まあ、その売りをショートで見るかどうかは意見は分かれてきそうですけども、まあ、少なくともロングをしていくんだろう、この売りに備える必要はもうあるとは思います。ただまあそこまで考えてもやっぱり目線としてはロングですね。まあとにかくチャートがすごく強いです。今のところ売り材料というのは全く見当たらない状況ですから、ショートを見ていくよりは押してくるんだらばその押しをしっかり拾っていく、ロング目線で値動きを見ていく方がまあ今の環境にはハマってるかなと思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期的にも上昇トレンドはしっかり見えていますけれども、まあ、金曜日少しこの辺りから上値が重いですかね。165円乗せては来ていますけれども、ただこれは金曜日になりますからね、これグッドフライデー、まあ、どこまで信用できるのかというのはあると思います。
チャートは強いですからね、あまり難しいことを考える必要はないと思いますけども、少しこのあたりが調整になってくる可能性というんですかね、それも一つ頭には入れておきたいです。それを踏まえて、まあ買うか売るかという話になってきますけども、まあチャートはすごく強いわけで、この高値を更新してくることも全然これはありそうですから、まあショートは僕はないですかね。仮に押してくれるんならば、この押しは拾いたいですし、このあたりでサポート見えてくるんならば、そのサポート使ってやっぱりロングは見ていきたいです。週足を見ても日足を見ても、なんならこういった短期足を見ても上昇トレンドしか見えてこないですからね、シンプルに買い場所を探っていく、もうこれを徹底でいいんじゃないかと思います。はい、変わりまして、こちらが5ドル円4時間足に週足を重ねています。まあ、黒線ですからね、まあ、チャートは強いのはもう強いですね。円がすごく弱いということになりますけども、ただこのあたり少し調整の形見えてきてるように思うんですけど、どう感じますかね。この高値、94円ですかね、この94円なかなかこう抜けてこない。チャートはすごく強くは感じます。円の方もかなり弱い状況続いてます。ただ高値抜けてこないんですよね。少し僕なら慎重になってしまいますね。現在週足環境を見ていけば調整の形が僕は見えてると思いますので、レンジを疑っていきたいですね。とすればおそらく今のこの位置レンジ高値圏になってきそうな、まあ、そんな雰囲気はありますけども、どうでしょうかね。はい、こちらが1時間足冷やしを重ねています。まあ、ゴールドが今すごく弱いんですね。ですから、まあすごく強い上昇トレンド見えてますけども、現在は調整局面。後半になるほどほとんど動きがないんですけども、ただ円安トレンドというのありましたよね。円がすごく弱いんですけども、ゴールドも弱いので、これ弱い通貨同士のペアになってしまってるんですよね。結果は動かない。これもなんとも悩ましい動きですよね。ただまあ今の現在地レンジ高値圏で、まあこれだけ円が弱いのに抜けてこないというこの事実は大事になってくるんじゃないかと思います。高値1回2回、今回3回目ですかね。94円を試していますけども、現状まだ抜けていません。これを上値が重いと見るか、それとも下の方にもやると、しっかり切り上げては来てますんでね、底堅いと見ていくか。人によってもこういった斜めラインなんかも引いてる人もいるんですかね。まあ三角持ち合いと見れなくもないとも思います。何せよ今のところまだこの調整からの決着というのは僕はもうついてないと思いますんで、ならば現在地レンジの高値圏、まずはこの事実をしっかり僕なら押さえていきたいです。ロングは慎重になってしまいます。まあ、これも円の状況にもよってくるんじゃないですかね。ゴールドすごく弱いですからね、円高局面が出てくればこれは上からの売りの流れは強く出てきそうで、まあ来週どうなるか分かりませんけどもね、僕はこの円に関しては少し疑いを持って見ているんですよね。もし円高という流れが出てくるんであれば、まあ、あくまでそれでも調整の動きですけどね、まあ、レンジの上からのこの売り、一番に見てきた通貨にはなってきそうですね。ゴールドがすごく弱いですから、円高円に買いが入ってくれば強弱の差が生まれます。来週もし円高局面が見えてくれば注目はしていきたいです。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期足を見ても上昇トレンドが今は止められて調整局面ですね。上がったり下がったりしているだけです。仮に上の方に抜けてくればブレイクにもなってきますけどもね、もし円の方が弱くても今の環境ゴールドもすごく弱いので、そんなに本格的な上昇の流れが見えてくるとも思えないんですよね。なのでまあ円が弱いんであれば他に強い通貨をしっかり見た方がいいのかなと。今であればポンドなんか注目したいですからね。なのでまあ円が弱い環境下ではゴールド円はもう注目度下がってしまうと思いますね。ただしまあ円の買い戻し、円の調整の買いなんかが出てくるんであればこのゴールド円は注目はしたいですね。レンジの上からのこの売りの流れ、注目して見ていきたいと思います。はい、ということで、まあ円が弱い、これは十分わかるんですよね。まあすごく円が弱いと思います。これ自体はまあ流れはそう簡単に変わってこないと思いますけども、ただ今の現在地であったりとか、あとはユーロ円とかゴールド円、このあたりの上値の重さであったりとか、このあたりを見ていくと、まあもしかしたら調整の形が見えてくるかも。まあ今すぐ円買いを見ていくとかね、まあそういったのをしていくじゃないと思いますけども、まあ値動きに備えるというのはすごく大事になってくるんじゃないですかね。ただまあそういった環境に全く関係ないのがこのポンド円、もう本当にチャートは強いと思います。これはもうしっかりロング見ていきたいと思いますね。今のこの円売りの流れで反応しやすいのはこのポンド円とあとはドル円だと思いますんでね、まずはこの2通貨をしっかり追っていきたいと思います。今回は以上になります。今回のこのクロス線以外の通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは来週も頑張っていきましょう。